806年のアッパース朝の小アジア侵攻は、ビザンツ帝国に対して、アッパース朝が開始した長期の一連の軍事行動の中で最大の規模で行われた侵攻である。遠征は、アッパース朝とビザンツ帝国が長い国境を共有していた、小アジア中部と南東部に向けて行われた。ビザンツ帝国において、ニケホロス一世が皇帝に即位すると、ニケホロス一世は、 先代の女帝、エーレンレイがアッパース朝と合意した功能の支払いを停止し、アッパース朝と接する国境地帯への攻撃を開始した。自身をジハードの擁護者として宣伝しようとしたアッパース朝のカリフのハールーンアイコールラシードは、ビザンツ帝国を懲罰し、ビザンツの皇帝に対してアッパース朝の力を誇示することを目的として、自ら報復攻撃を率いることを決めた。 ハールーンはシリア北部のラッカに軍を招集した。中世の歴史家は13万5千人、または30万人にも上る兵力を記録している。これらの数字は明らかに誇張されているものの、この侵攻のために組織されたアッバース朝軍の規模は、これより以前に行われた侵攻時のものよりもはるかに大きなものであった。アッバース朝軍は806年6月11日に、 ラッカより出発して、キリキアの沿岸地帯とトロス山脈を横断し、ビザンツ帝国が領有するカッパドキア地方へ侵攻した。アッパース朝軍は反撃を受けることなく自由に襲撃を行い、いくつかの都市や要塞を占領した。その中でもアラブの歴史において記念とされている出来事は、ヘラクレアの包囲と陥落、そして破壊に関するものである。ヘラクレアの名は、 後に、落下の近くに、カリフによって建てられた勝利を記念する建造物に刻まれている。ビザンツ帝国はこれらの敗北によって、ニケフォロス一世が、功能の支払いの再開を提案することと引き換えに、アッパース長軍の撤退と和平を求めることを、余儀なくされた。しかしながら、ハールーンはカリフへの服従の証として、皇帝とその息子で、後継者のスタウラキオスに、 追加の人道税の支払いを強要した。ハールーンが出発した後、ほとんど間を置かずに、ニケフォロス一世は破壊された国境の取りを再強化し、功能の支払いを停止することで和平の条件を保護にした。しかしながら、ハールーンは、コラーサーンで発生した反乱への対処に暴殺され、3年後には死去したために806年と同様の規模で、 降伏攻撃が実行されることはなかった。より小規模な襲撃は両者の間で続いたものの、809年以降にアッバース町の内戦が始まり、ビザンツ帝国もブルガリア帝国との問題への対処に集中したため、次の20年の間、アラブとビザンツ帝国の間における大規模な紛争は停止することになった。802年10月に、 ビザンツ帝国の女帝、エーレーネが廃位され、エーレーネに代わりにケフォロス一世が即位したことによって、アラブとビザンツ帝国の長い戦争の歴史の中でも、特に厳しい局面を迎えることになった。例年にわたりアッパース朝によって、ビザンツ領の小アジアへの破壊的な一連の襲撃を受けたために、エーレーネは798年に、外見的には、 功能の支払いを毎年行うことを条件に、カリフのハールーンアイコールラシードとの間で停戦を確保したものの、実態としては782年のハールーンによる最初の大規模な小アジアへの侵攻の後に3年間の停戦に合意した際の功能の条件を継続するものであった。一方、ニケフォロス一世はより好戦的であった。シリア語の記録によると、 ビザンツ帝国からの離反者が、ニケフォーロス一世の即位を知ったとき、その離反者は、ジャズイーラ地方のアパース長の総督に、絹の衣服を捨てて、鎧を着るように警告した。さらに、新しい皇帝は、他の政策ととともに功能を取りやめることによって、国庫に資金を充当する決定をした。ニケフォーロス一世と息子で、後継者のスタウラキオスのノミスマキンカ。 英ネ姉と締結した平和条約を保護にし、功能を停止したことに対する報復として、ハールーンは803年の春に、息子のアルカーブン・ハールーン・アイコール・ラシードが指揮する、軍による侵攻を開始した。ニケフォロス一世は、帝国軍の最高司令官であるバルダネストゥルコスが、起こした小アジアにおける、ビザンツ軍の大規模な反乱に直面していたため、この侵攻に対応することができなかった。 バルダネスの降伏によって反乱が終結した後、ニケフォーロス一世は軍隊を編成し、カリフのハールーン自らが指揮する第二軍のより大きな侵攻に立ち向かうために進軍した。ハールーンが国境地帯を襲撃した後、小アジアの中部で双方の軍隊が2ヶ月にわたり退治したものの、戦闘には発展しなかった。効能の一括払いと引き換えにその年の残りの 期間の休戦が成立し、ニケフォーロス一世が撤退の準備を整えるまでの間、ニケフォーロス一世とハールームは手紙の交換を行った。翌804年、イブラーヒーム分ジブリールの指揮するアッパース長軍がトロス山脈を越えて小アジアへ侵入した。ニケフォーロス一世はアラブ軍に対抗しようと試みたものの、クラソスの戦いで、 命からがら脱出するほどの予期しない大敗を期した。しかし、ハールーンは、地元住民の敵意を買っていたホラーサーン総督の、アリーブニーサーブンマーハーンの問題に悩まされていた、ため、再び和平の締結と効能を受け入れた。冬の間に、双方の帝国の間で捕虜を交換する合意にも、達し、国境のキリキアのラモス川で捕虜の交換が行われた。 過去数年の間に、ビザンツ側に拘束されていたイスラーム教徒の捕虜の人数はおよそ3700人であった。ハールーンはイコールラシードのディナール金化。その後、ハールーンは、ホラーサーンの問題に対処するために、霊に向けて出発し、息子のカーシムに、ビザンツ帝国との国境地帯の監視を委ねた。805年の春、ニケフォーロス一世は、破壊された、サフサフ。 テバサ、そしてアンキュラの街の城壁を再建する機会を活用した。同じ年の夏に、ニケフォロス一世は、アラブ側の国境地帯であるキリキア方面のスクールにかけて広がるビザンツ帝国との国境に隣接した地域に対し、この20年間で最初のビザンツ側からの襲撃に乗り出した。ビザンツ軍は、モプスエスティアとアナザルボスの要塞周辺の地域を襲撃し、 襲撃を進めながら捕虜を拘束していった。モプスエスティアのアラブの中東軍はビザンツ軍を攻撃し、ほとんどの捕虜と略奪品を取り戻したものの、ビザンツ軍は786年にキリキアにおけるイスラーム教徒の支配力を高めるために、ハールーンの命令によって再強化され、再入植が行われていたタルスースに向かって進軍した。タルスースは、 ビザンツ軍によって陥落し、守備隊全体が捕虜となった。同時に、もう一つのビザンツ軍の部隊が、ジャズイーラ方面のスグールを襲撃し、メリテネの要塞を包囲したものの、要塞の占領には失敗した。一方、一世紀以上にわたって、アラブとビザンツ帝国の共同統治下にあったキプロスにおいて、現地のアラブ軍の守備隊に対して、ビザンツ帝国が先導した反乱が起こった。 このビザンツ帝国の突然の攻撃活動の再開は、特にニケフォロス一世が翌年に同様の攻撃を計画しており、その時にはこれらの国境地域の完全な占領を目指すであろうという報告を受けた際に、ハールーンを非常に驚かせた。歴史家のオーレントレッドゴールドは、ビザンツ帝国がこの試みを成功させた場合、タルスウスとメリテネに駐留軍を置き、 トロス山脈からビザンツ帝国の革新地域へのアラブ軍の主要な侵入経路を部分的に封鎖することでビザンツ帝国に大きな利益をもたらしたであろうと述べている。その一方でニケフォーロス一世は人材と資源の面においてアッパース朝が大きな優位に立っていることを確実に認識しており単純に力を誇示し敵側の意思を試すことを目的に 軍事行動を起こした可能性の方が、より高いとしている。ハールーンは、アリーブニーサー・ブンマハーンの総督の地位を、追認して、ホラサーンにおける問題の処理を終え、805年11月に、西方へ帰還し、シリア、パレスチナ、ペルシア、及びエジプトから人員を集め、翌年の大規模な報復遠征への準備を始めた。 イラン北部出身の歴史家であるタバリーによれば、ハールーンの軍は13万5千人に達する正規部隊に加え、志願兵や戦時の略奪目的の参加者が存在していた。この数値は、アッパース朝時代全体を通して、それまでに記録されたものとしては有に最大となる規模であり、これはビザンツ帝国軍全体の推定される兵力のおよそ半分の規模に相当する。 13万5千人という数字や、さらに非常に大きな数字である、ビザンツ帝国の年代記作家のテオファネスによる30万人という主張は確かに誇張されているものの、それでもなお、アッバース長軍の規模の大きさを示している。同時に、海軍帝督の不満度、文マユーフアルハジュリーの下で、キプロスへの襲撃の準備が進められた。806年に、 アッバース朝軍の進攻が行われた小アジア南東部の7世紀後半から10世紀にかけてのビザンツ帝国とアラブの国境地帯の地図。大規模な遠征軍は806年6月11日にカリフを先頭にしてシリア北部の落下のハールーンの住居より出発した。タバリーはハールーンが進攻と巡礼者のための戦士と記された帽子を被っていたと記録している。 アッパース長の軍隊はハールームがタルスースの再建を命じていたキリキアを通過し、キリキアの門を越えてビザンツ領のカッパドキアへ入った。ハールームは当時放棄されていたとみられているティアナに向かい、そこでハールームは作戦基地の設置をはじめ、浮場、ブンジャーファルアルイコールフザーイーに町を再建して、モスクを建設するように命じた。ハールームの副官の アブズラブン・マーリク・アルイ・コール・フザーイーがシデロ・パロスを占領し、そこから、ハールーンのいとこであるダーウード・ブニーサー・ブン・ムーサーが、アッパース長軍の半数となる約7万人を引き連れ、略奪のために、カッパドキア中央部へ移動した。別のハールーンの将軍である、シャラーヒール・ブン・マーン、ブンザーアイダが、スラブ人の要塞と再建されたばかりのテバサの町を占領し、一方で、 ヤズイード・ブーマフラドが、柳の砦とマラコペアを占領した。アッパース長軍は、アンドラソスを占領し、キジストラを法以下に置いて、アンキュラまで到達したが、これを占領することはなかった。ハールーン自身は、残りの半分の部隊と共に、西へ向かい、8月、または9月に1ヶ月間にわたる包囲戦の末、頑強な要塞都市であったヘラクレアを占領した。 町は略奪と徹底的な破壊を受け、住民は奴隷にされて、アッパース町の地へ強制的に連行された。アラブの年代記作家たちは、ヘラクレアの陥落は、ビザンツ帝国に対するハールーンの遠征における最も重要な成果であると考えており、ニケフォロス一世に対するハールーンの報復攻撃の物語における中心的な出来事となっている。 歴史家のマリウス・カナールが述べているように、アラブ人にとってヘラクレアの占領は838年のアモリオンの破壊と同じほどの強い影響を与えた。しかし、この年の実際の重要性に関する認識はビザンツ側とは完全に食い違っている。実際にビザンツの資料ではハールーンの806年の軍事行動中に占領された他の要塞と比較して、 ヘラクレアの陥落を特に重要視していない。同じ頃、キプロスにおいて海軍帝督のフマイドが島を略奪して、地元の大主教徒捕虜を含む約1万6千人のキプロス人をシリアへ連行し、連行した者たちを奴隷として売りさばいた。兵力で上回るブルガリア帝国に背後から脅かされていたニケフォロス一世はアッパース長軍の猛攻に対抗することができなかった。 ニケフォロス一世は自ら軍隊を率い、敵の孤立した文献隊に対していくつかの小規模な戦闘で勝利を収めたものの、アッパース長軍の主力部隊からは距離を置いていた。結局、アラブ軍がビザンツの領土のティアナで不意を越すという厳しい状況となる可能性を残したまま、ニケフォロス一世は、新灘の司教、ミカエル、グライオンの修道院院長のペトロス、そして、 アマストリスフ主教の執事であるグレゴリオスの3人の聖職者を使者として派遣した。ハールーンは毎年の功能と引き換えに和平に同意したものの、ニケフォーロス一世と後継者である息子のスタウラキオスはカリフに対してそれぞれ3枚の金貨を屈辱的な人頭税として支払うことになった。さらに、ニケフォーロス一世は破壊された砦を再建しないことを約束した。 その後、ハールーンはいくつかの包囲を行っていた部隊を呼び戻し、ビザンツ帝国の領域から撤退した。ニケフォロスは、あなたが与えた急戦に背いた。だが、運命の女神の紡む義者は彼に逆らう。ニケフォロス、カリフが去って再度裏切るというのなら、それは、その方自身の無知と盲目のためだ。ニケフォロスは、ジズヤを払い、剣への恐怖から頭を垂れた。死は、 彼が恐れるものであるがゆえに、ニケフォーロスに対するハールーンの遠征を称える、名前不詳の宮廷詩人のシワ平条件の合意の後、二人の統治者の間に友好的な交流があったことがタバリーによって触れられている。ニケフォーロス一世は、ヘラクレアが陥落した際に拘束された息子のスタウラキオスの花嫁候補の一人である、若いビザンツ人の女性といくつかの香水をハールーンに、 求めた。タバリーによれば、ハールーンは、奴隷の少女を探し出すように命じた。少女は連れ戻されて美しい衣装で着飾られ、ハールーン自身が滞在していた天幕の席に座らされた。奴隷の少女は、天幕とその建具や器などの付属品とともに、ニケフォーロス一世の使者に引き渡された。また、ハールーンは、ニケフォーロス一世が要求した香水を送り、さらには、 ナツメヤシの実、ゼリーの菓子、レーズン、そして治療薬を送った。ニケフォーロス一世は返礼として、馬に積み込んだ5万枚の銀貨、100着のサテン地の衣服、200着の高価なブロケードの衣装、12羽のハヤブサ、4頭の狩猟犬、そして3頭の馬を送った。しかし、ニケフォーロス一世は、アラブ軍が撤退するとすぐに、国境地帯の取りを修復し、その後に、 効能の支払いを停止した。テオファネスは、ハールーンが突如小アジアへと戻り、報復としてテバサを占領したと記録しているが、これを裏付ける証拠は存在しない。アラブ人は、翌年に一連の報復攻撃を開始したものの、ヤズイード・ブーン・アルフバイリーアルイコール・ファザーリーが指揮した、春の襲撃は、ヤズイード自身が戦死する完全な敗北に終わった。 ハル様ン・アヤーンの下でのより大規模な夏の襲撃は、ニケフォーロス一世が直接退治し、決着がつかないまま両軍は撤退した。その後ビザンツ軍はマラシ地方を襲撃することで反撃し、一方、アラブ軍は夏の終わりに、フマイドが率いる大規模な海軍による襲撃を開始した。フマイドはロードストを略奪し、ペロポネソス半島まで到達したものの、 機関時ににの船を嵐によっって失ったなお、アラブ艦隊は、この遠征の頃に、ペロポネソス半島で発生した、スラブ人の反乱を先導していった可能性があると、考えられている。807年のビザンツ帝国に対する、これらのアッパース朝の試みは、ハールーンが再び東に向かうことを余儀なくされた、ホラーサーンにおけるラーフィーブンア、 イコールライスの反乱の発生によって、さらに混乱の度合いを増すことになった。ハールーンは新たな休戦を成立させ、808年に別の捕虜交換がラモス川で行われた。こうして、ニケフォーロス一世は国境の要塞の修復と効能の停止の両方を止めることなく利益を得ることになった。ヨハングスタフ・ドロイゼンによる7世紀から8世紀に、 かけてのイスラーム勢力の広がりと、ウマイヤ朝と初期のアッパース朝の元におけるイスラーム世界を示した地図。このハールーンの大規模な遠征において、アッパース朝が物質的に得たものはほとんどなかった。ヘラクレアの陥落やアラブの文献によるその目立った取り扱いにもかかわらず、ニケフォーロス一世がすぐに急戦の条件を保護にしたために、高級的な成果は得られなかった。 ウォーレントレッドゴールドによれば、もしハールーンが、副官の一人からさらに西へ進みしようとしを攻略するように進言を受けていれば、ビザンツ帝国に対して、より長期的な被害を与えていた可能性がある。しかしながら、ハールーンの目標はより限定的なものであった。ハールーンは805年の襲撃を繰り返させることを防ぐために、ニケフォロス一世を威嚇して力を誇示し、 イスラームの擁護者としての経歴を強化したことに満足した。その一方で806年以降にケフォロス一世は東部国境における領土拡張のために持っていたであろうあらゆる計画を放棄し財政改革への取り組みとバルカン半島の回復そしてブルガリア帝国に対する戦争に集中したもののこれらの努力は破滅的な結果となった811年のプリスカの 戦いにおける自身の戦士と共に終わった。一方、歴史家の M.A. シャーバーンは、この進行をせいぜい限られた成功であるとみなし、ビザンツ帝国へのハールーンのひたむきな姿勢を完全に的外れな努力として批判している。シャーバーンによれば、ビザンツ帝国にはアッパース朝を深刻に脅かす現実的な能力がなかっただけでなく、ハールーンの徴兵活動が、 東方のホラーサーンからの兵士の流入につながり、従来のシリアとイラクの軍のエリートの反感を買うと、共にハールーンの死後に勃発したアッパース朝の内戦の原因となる分裂を招くことになった。ハールーンの息子のアミーンとマームーンの間のこの紛争によって、アッパース朝はバルカン半島におけるビザンツ帝国の困難な状況を利用することができなかった。実際に、 806年の進行と807年の効果のない襲撃は20年以上にわたって続いたビサンツ帝国に対するアッバース朝の進行において中央政府が組織した最後の主要な遠征となった陸上と海上において孤立的な襲撃と反撃が続きアッバース朝とは無関係に地方のイスラーム教徒の指導者たちが820年代にクレタ島を征服し シチリア島に対する征服を開始した。このような状況の中、ビザンツ皇帝テオフィロスの即位後に、小アジア東部における二つの帝国間の国境を超える大規模な紛争が再開された。カリフのマームーンとムータスイムの下でのこの対立は、830年から833年にかけてのマームーンによる大規模な侵略と、三十八年のムータスイムによる アモリオンの戦いで最高潮に達することになった。806年の進行の後に、ハールーンによって勝利を記念して建てられた、平倉の残部の眺め。これらのハールーンの軍事行動に関する、最も長く続いている影響は、文学作品の中に見出すことができる。マスウーリーの著作や、北アブアルアガなどの文献によって、これらの軍事行動と結びついた、 いくつかの伝説や逸話がアラブ人の手によって残されている。これらの物語では都市の強固な要塞の姿が強調され、アラブの戦士がビザンツの戦士を投げ縄で捕らえて決着した一騎打ちの様子や巨大なカタパルトを用いてまるで物であるかのようなギリシアの火を投擲するアラブ軍が守備兵の恐怖を引き起こしている様子が記されている。また、 オスマン帝国のトルコ人もハールーンのビサンツ帝国との戦いに大きな注目を寄せていた。17世紀のオスマン帝国の旅行家であるエブリア、チェレビは作品においてハールーンとアラブ軍がボスフォーラス海峡に到達した782年の軍事侵攻における出来事と806年の出来事を混ぜ合わせ、ニケフォロス一世の死に様のような明らかに架空の要素を取り入れた。 エブリアによれば、ハールーンは、コンスタンティノープルを二度包囲した。最初の包囲では、ハールーンは、牛の皮で追えるだけの土地を確保し、その上に要塞を築いた後に撤退した。二度目の包囲では、ハールーンは、コンスタンティノープルに住むイスラーム教徒の虐殺に、対する報復のために進軍し、ハギアソフィアにおいて、ニッケフォーロス一世を公死刑に処すように命じた。また、おそらくは、 ヘラクレアの占領後、ハールーンは、自身の最も重要な住居があった落下の西約8キロメートルの場所に、軍事作戦の成功と勝利を記念する建造物を建てた。地元の伝承では、ヒラクラの名で知られ、長さ1 0 0メートルの正方形の構造物からなり、直径約5 0 0メートルの円形の壁に囲まれ、東西南北の方角に4つの門が置かれていた。 主要な構造物は806年から807年にかけてハールーンの命令で取り壊された教会の石材からなり1階に4つのアーチ型のホールと上階に続くスロープがあった。しかしながら808年にハールーンがホラーサーニへ出発した後その地で死去したために未完のまま放置された。ありがとうございます。